まる後ろ。燃料の給油施設を開設するための手順であったり調整事項であったり、これを部外の関係者と認識を共有したり実際の手続きを踏めたことは大きな成果だったと。これらの燃料給油活動と合わせて部隊の派遣の全般的な活動、これについても総合的に今後演練をして、さらに災害派遣の実効性の向上、これを高めていきたいと考えています。